ご視聴ありがとうございます。今回は、セガと任天堂との対決について、ご案内します。王子が。セガの始まりは、1960年に、セガの前身となる日本娯楽物産の、誕生からなんだ。その後、1965年には、セガエンタープライゼスとして、業務用アミューズメント機器の、製造や施設の運営を、開始するんだ。その後、1972年に、アタリ社からビデオゲームの、ソと言われるポンの登場や、1978年の、タイトーのスペースインベーダーの、大ヒットを契機に、セガはビデオゲーム開発へと、舵を切っていく。その後、アメリカのグレムリン社を買収して、ビデオゲーム開発のノウハウを、蓄え、レースゲームのモナコ GP などを、次々にリリースし、業界で存在感を示していく。そして、セガは、アーケードゲームだけでなく、家庭用ゲーム機市場への、参入を検討し始めるんだ。セガの家庭用パソコン、SC3000 の誕生。セガの社内会議。やはり、アーケード市場だけにスティックしてたんではダメだ。新しい市場を開拓せねばなるまい。そうですね。それじゃ、家庭用はどうでしょう？任天堂が発売した、ゲーム用機みたいなのはどうです？少しうちとは路線が違いすぎるのでは？それじゃパソコンはどうです？パソコン。今、パソコン市場が伸びてますよ。パソコンを家庭用向けに低価格で、提供するのはどうでしょう？低価格パソコンか。いいかも。低価格の家庭用パソコンで、新しいお市場開拓しよう。ということで、家庭用低価格パソコンの、開発が、決まったんだ。その名は、SC3000。なんか、あっさりー。セガは、フットワークのいい会社だからね。セガらしいね。セガの開発チーム。セガに家庭用パソコン開発チームが発足され、チームは早速、企画に取り掛かった。低価格なパソコンねー。安く作るには、できるだけ汎用のチップを、使うしかないか。Z80K の CPU とか、テキサスインストゥルメンツ社製の、画像表示プロセッサーや、PSGK のサウンドチップあたりかな。でも、どうやって作る？コンシューマーなんて作ったことないぞ。そんなある日。何？コンシューマー向けの組み立てができる会社がある？フォスター電機？フォスター電機って、スピーカー製造で有名な会社でしょう？そう、そのフォスター電機。当時、フォスター電機は、いろんな製造委託の仕事もしていたんだよ。コンシューマー向けの製造を、したことのないセガにとっては、渡りに船だったんだ。ちなみに、家庭用ゲーム機など、一般消費者向けのゲーム機を、コンシューマー向けゲーム機と、言います。フォスター電機は、コンシューマー向け商品の、製造についてのコスト削減や、効率化のノウハウがあり、開発は順調に進んでいた。そんな矢先に、ある情報がセガに届いたんだ。セガの社内会議。何？任天堂が、家庭用ゲーム機の開発を、進めている？はい、コードネームは、ガメコム。価格は、我が社が開発中の SC3000 の、半額くらいになりそうです。発売は、1983年の7月頃だそうです。これは、我が社のコンシューマー路線の、障害になりそうです。おのれー。なんとかならんのか。今、開発中の SC3000 を、ベースにして、任天堂に対抗できる価格に、コストダウンしてはどうでしょう？それなら、間に合いそうです。なるほど。やってみるか。こうして、任天堂のファミコンに対抗するため、セガは、SC3000 をベースに、家庭用ゲームに特化した、SG1000 を開発する。SC3000 からキーボードや、ビデオ出力端子やカセット、そしてプリンタ端子等を廃したことにより、ほぼ半額の1万5000円という大幅なコストダウンに、成功する。1983年、任天堂のファミコン発売間近。任天堂の開発チーム。上村部長。何？あのアーケードのセガが、家庭用ゲーム機に参入する。価格が、1万5000円。これは、なんとかセガに対抗できる価格に、コストダウンしなければ、負けてしまう。任天堂の開発チームは、セガの家庭用ゲーム機に対抗するため、ファミコンの発売間近に、コストダウンに奔走することになる。任天堂とセガって、お互いに家庭用ゲーム機の、開発情報を知っていたの？この当時、任天堂とセガは、アーケードゲームで取引を、していたことなどから、お互いに情報交換を、していたんだよ。それで、価格や発売日が、分かったのか。そしてついに、セガは、1983年7月15日に、家庭用パソコンの SC3000 を、29,800 円で、家庭用ゲーム機の SG1000 を、15,000 円で発売する。そして、なんと、任天堂のファミリーコンピュータも、
同じ日に発売されているんだ。セガとニンテンドーの戦いが始まる。この時のファミコンの発売価格は14,800円。セガより200円安い。このファミコンの14,800円っていう価格、セガに対抗するための値段だったんだ。そして SC3000 は日本だけでなく北米や欧州などでも30万台出荷され、 SG1000 は初年度で約16万台出荷されたんだよ。ちなみにファミコンの出荷台数は初年度は45万台です。その後全世界で6000万台出荷される大ヒット商品になるんだ。さすがファミコン。だけどセガにとっては SG1000 が初年度で16万台出荷されたことは驚きだったんだよ。アーケードゲーム機では売上単価は違うけど、数千台出荷されれば大ヒットの世界なんだ。その中で16万台出荷されたことはコンシューマー路線への将来性を感じさせる十分な実績だったんだよ。ここからセガは家庭用ハードメーカーとしての歩みを進めていくことになるんだ。マーク2の誕生。1984年、セガの開発チーム会議。 SG1000 は初年度売れたけど今年はイマイチだな。デザインを変えた方がいいんじゃないですか。基板も小型化してコントローラーも変更しましょうよ。よし、超特急でデザイン含めて起こし直そう。こうしてセガはデザインを一新するため2000万円かけて金型を起こし直し、基板の小型化などを進めた。そして1984年に早くも SG1000 の小型改良版であるマーク2を発売する。早い。セガのハードウェア開発担当だった佐藤秀樹さんは後のインタビューでこう言っています。セガの良くも悪くもいい点は、これがダメならよし次だと非常に転換が早いんです。とにかくフットワークのいい会社でしたよ。セガマーク3の誕生。セガの開発チーム会議。マーク2を発売したけどファミコンに全く対抗できてないな。ファミコンは累計で400万台超える勢いだ。やはりファミコンを凌駕するマシンを作らないとダメだな。うちの売りのアーケードタイトルを遊べるような高性能なマシンが必要だよ。こうしてセガはアーケード機向けに開発した基盤であるシステム2をベースに開発されたのが1985年に発売されたセガマーク3だよ。セガマーク3はグラフィックを大幅にパワーアップさせ、これまでの汎用 IC を組み合わせたハード構成から家庭用に特化した本格的なハードを開発する。セガはファミコン打倒に燃えていた。セガの本気を見てみたい。しかし任天堂のファミコンには勝てなかった。どうして？マシンの性能はファミコンを超えているんでしょう？マシンの性能ではファミコンを凌駕していたんだけど、勝てない原因はゲームソフトなんだ。ゲームソフト？ゲームソフトについては初代の SG1000 に戻って案内します。セガソフト開発部。コンシューマー向けのゲームを開発してほしい？どんなハードなんです？えらく低スペックですね。なんだこのグラフィックは？16色しかないじゃないですか。セガは最先端の技術で勝負する会社ですよ。これではセガの魂は表現できません。当時セガはアーケードゲーム機で最新の技術を惜しみなく投入していたんだ。この頃のゲームの最先端はアーケードゲームだったものね。ところが家庭用ゲーム機では性能に差がありすぎてアーケードの移植は難しかったんだ。それに社内のゲームソフト開発部隊はアーケードゲームの開発に忙しく、家庭用のゲーム開発には積極的でなかった。セガは家庭用ゲーム機ではゲームソフト開発を外注に頼らざる得なくなっていたんだ。1983年に発売したゲームソフトにはボーダーラインやコンゴボンゴ、スタージャッカー、チャンピオンベースボール、シンドバッドミステリーなどがあるんだけど、スタージャッカー以外は外注のゲーム会社に開発依頼していたんだよ。それに対して任天堂は開発は池上通信などがしていたんだけど、ゲームの企画は宮本茂さんを中心とする任天堂社内で作っていたんだ。ファミコンのドンキーコングやマリオブラザーズとか面白いもんね。それじゃあセガはゲームソフト作りを社外を中心に開発していて、任天堂は社内が中心だったってこと？そうなんだ。セガの SG1000 とファミコンとの違いは、グラフィック性能がファミコンの方が優れていることもあるんだけど、やはり任天堂が社内中心にゲーム企画をしていたことが大ヒットの要因なんだ。面白いゲームソフト作りが大事なんだね。その一方で、
1985年に、セガのアーケード部門は、アーケード向けゲームであるハングオンを、リリース次第ヒットさせる。1985年12月には、スペースハリアーをリリースし、これも、大ヒット。セガのアーケードすごい。その一方で、セガの家庭用のゲーム機は、慢性的なゲームソフト不足に、悩まされることになるんだ。原因は、二つあるんだ。二つ？そう、一つは、セガの文化、そして、もう一つは、サードパーティー。セガの文化とサードパーティー？そう、セガのハードウェア開発担当で、後にセガの社長になる、佐藤秀樹さんは、後のインタビューでこう言っています。うちは、アーケードゲームで育った会社ですから、アーケードゲームに向いたゲームが、得意なんですよね。アーケードゲームでは、お客さんに3分遊んで、面白かったと思わせるゲームが、必要なんです。そうすると、高性能なグラフィックスと、高速なマイコンを搭載したマシン、それに、ムービングが体感できる迫力あるゲーム筐体、そういうのが、うちのお箱なんですよ。だからゲームジャンルも、シミュレーションゲームやドライブゲーム、ドッグファイトなどが多いんです。そうなると、ゲームのジャンルは、非常に限られてしまうんです。家庭用ゲーム機の場合は、長時間じっくり遊ぶものが、多いんですよね。うちはそういうのは得意じゃないんですよ。やっぱり文化が違うんでしょうね。まとめると、セガは、見た目重視の見栄で勝負。かっこいい。やっぱり、派手でかっこいいゲームが、セガの真髄なのかな。そして、ソフト不足の、もう一つの原因である、サードパーティーについてなんだけど、セガは、家庭用ゲーム機のサードパーティーを、増やすため、アーケード業界のライバルである、ナムコにもソフト供給を、お願いしてみた。ナムコ。ナムコの創業者の中山社長。何？セガがゲームソフトを出してほしい。うちは、長年セガと怠慢張っていたんだ。そんなライバルにソフト出せるか。セガとナムコは、1970年代の、エレメカ時代から、アーケードゲーム業界で、因縁のライバル関係だったんだ。ハードウェア開発担当の、佐藤秀樹さんは、後のインタビューでこう言っています。昔からアーケード業界で、ライバルだった社長同士は、お互い意地があるんですよね。見栄の張り合いで、いやーなかなか、一緒にやろうとはならないんです。すごい、見栄の張り合いだね。そして、コナミの創業者の光月社長と、セガの中山社長は。ということで、セガの家庭用ゲーム機は、サードパーティーを集めることに、苦労するんだよ。ゆいかかかぞ。任天堂のファミコンに、どうしても勝てないセガは、次世代マシンで、勝負することになる。今回は、ここまで、次回は、いよいよセガの次世代機の登場。セガは、任天堂を超えることができるのか。